こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読をお忘れなく。では始めましょう。大谷翔平投手は12日アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプ初のフリー打撃を行い、21スイングで10本の柵越えを達成しました。彼の豪快なアーチは報道陣を騒然とさせ、推定140メートルのホームランも記録されました。右脇腹のでからの復帰後、161日ぶりの屋外フリー打撃で大谷は全開を宣言し、オープン戦に向けて前向きな姿勢を示しました。彼は打撃練習中のデータを確認し、調子の良さを実感しており、開幕戦への視界も良好です。何の問題もない。期待感を持つのは韓国の勝手でしかない。公式チケットはそこまで高くもない。高額なのは転売、法の枠の外。大谷は調整中の選手。凍てつくかのような韓国で治りかけている傷が悪化でもすれば球界にとっての損失。大谷が韓国には行かないこともありえる前提でのオープン戦。いや、そもそも韓国に行く必要さえもないオープン戦。行く末長い選手生命を考えればそれほどに価値の高い国でもない。気にすることない。自身のコンディションだけ考えればいい。それがアスリート。チームの財政を考えるのはマネージメント側。体調が悪い中で強行出場させるようなチームならさればいい。まあドジャースは大事にしてくれますよ。大金も払ってるんで故障させるような起用はありえない。クリロナやメッシは親善試合でチケットも高額だから多少がっかりするとこはあるけど、今回は公式戦でチケットもそこまで高くない。あと別に大谷が求められてるわけじゃないでしょう。パドレスの韓国人選手が求められてるでしょう。クリロナの時に賠償命令出しちゃうのが韓国司法。それだけでリスクしかありません。そもそも今回のメジャー開幕戦はもともとパドレスの韓国人の凱旋試合だったはず。本来大谷の出場は関係ないはずなんだけどね。大谷選手に限ってそういうことはないと思うけど、何せ身体のことだし、これだけはわからないな。ただ確かにそれが通じるお国柄じゃないのが心配だ。感情とエゴのゴンゲのような連中が大谷君の将来のことまで思いやる寛容さがあるとは思えないからな。大谷は親善試合でもなく公式戦だからな。今後のコンディションを上げるためにも、シーズン通して勝つために出場を見送るのも普通にあり得るでしょう。代わりにケリー送っとくから、本物の煽りの技術を堪能するといい。よかった。順調に回復はまだまだ無理をせずに、無事に開幕を迎えてもらいたい。エンゼルス時代と違って戦後の打者が別。ヤフリーマン、ヘルナンデスなど強豪揃い、打点も130は軽く打点王は間違いないとの報道。打者専念で三冠王の期待も大。ホームランもどれくらい出るのか本当に夢が膨らむ。今はスタートの一番大事な時期、3月20日韓国ソウルでのパドレス開幕戦をぜひとも無事に迎えてもらいたい。ダルビッシュと松井投手とも対戦、本当に楽しみに期待して待ってますよ。恵まれた身体と努力に加えて体の力を伝達する才能が際立っているから、あれだけ大きなホームランを連発できるのだと思います。今年もホームラン王期待できそうですね。頑張れ大谷さん。こういうニュースはホッとしますね。ただ大谷関係のニュースはやりすぎ。休日の昨日、一日中テレビをつけていたら1時間に1回の割合で大谷のニュースが流れてきました。ポルシェを運転してきたとか、山本と仲良く歩いてきたとか、変わったトレーニングをしているとか。日本のマスコミってなぜ各局横並びなのか。確かに現在の日本で明るいニュースは大谷くらいしかないのかもしれないけれど、よくよく考えてみればたかがスポーツニュース。本当に追求しなければならない悪事が堂々と行われているのに、なぜマスコミは徹底追求しないのか。大谷のニュースが繰り返されるたびに、権力に対し腰が引けているマスコミが自らの情けなさをごまかすために大谷を利用しているんだなと思えてなりません。ボールのどこを叩いたら飛ぶってのを知ってるんだろうね。パワー技術センス全てレベルが高すぎる。今年は何本ホームラン打ってくれるのか楽しみです。山本とのグータッチ良いですね。大谷さん、怪我には十分に気をつけ、無理せず今後も調整をしながら今季も活躍を期待しております。わあ、半数近くが柵越え汗、いよいよ始まったって感じですね。怪我だけは気をつけて、今シーズンもワクワクするニュースを日本に届けてほしい。まだ春季キャンプが始まったばかりで早すぎて怖いです。ゆっくりゆっくり手術した右肘のリハビリを進めてほしいです。
今年は故障明けでもあるし、週1日休みを取って無理をせずにやってほしい。とにかく開幕が待ち遠しい。半数が柵越えってすごいな。本当にバッターなのかピッチャーなのかわからん。大谷選手はまさに生きている伝説。やっぱりすごいな、生で見たい。その後試合でホームランが見られたら最高だろうな。今季は打者に専念するので50本超を期待したいですね。一番は故障がないシーズンにしてほしいです。アスリートとしても人間としても世界を驚かす大谷選手に日本人として心から誇りに思います。まだスプリングトレーニングの段階なのに、もう大谷のニュースで目白押しだ。アジアカップが散々だっただけに嬉しいぞ。どの番組見ても大谷ばっかり。さすがにちょっとやりすぎに思えてきた。まだキャンプインしただけよね。他の選手はどうなってんの？大谷見るなら試合中継で見たいわ。21スイングで10本の柵越え。右腕に黒いサポーターつけてましたね。しかしやっぱりすごいわ。どじゃ、スタジアムの開幕に間に合ったら10分、極東の寒い開幕に合わせる必要はない。とりあえず日本人記者の過度な取材はやめてほしいね。毎日毎日日本人がゾロゾロくっついてくるようでは大谷も恥ずかしいから。とりあえず日本人記者の過度な取材はやめてほしいね。毎日毎日日本人がゾロゾロくっついてくるようでは大谷も恥ずかしいから。 HR を最有力やな。2年連続や。もう今シーズンは下こすっても行くやろ。度肝抜くシーズンにしてほしい。アメリカの野球人気はかなり下がっているのか、アメリカメディアの取材人少なすぎ。キャンプに来てる記者が日本人だらけで、本当に日本でしか注目されてないんだなって思いました。栗山さんなんかはバッター専念の方が当たないと言っているが、どうなんだろうね。そりゃこれだけ入りから帰りまで連日一挙手一投足が注目されてるんだから、毎日日替わりで乗ってほしいって言われてる。広告塔なんだから当たり前。それにしてもポルシェも目の付けどころがいいな。渡米当初は水原さんが運転するヒュンダイだったのも今は昔。イチローさんはヤンキース時代はブルーのポルシェ、パナメーラはマエケンさんも乗っていましたが、シックなピカピカ黒色はロサンゼルスのフリーウェイ。青空の下ではさぞかし映えるでしょうね。まさに歩く広告と、彼が身につけるだけでスーツや腕時計は注目され、運転する車は毎日のように報道される。しかもどれも上品で嫌味なく写り、視聴者にはポジティブなイメージだけが残る。突出したアスリートというだけでなく、その人格への信頼も大きいのだと思う。チームが変わっただけでこの見せ方、他のスポーツ選手、ミュージシャン、ハリウッド俳優と同じ見せ方を始めた。米国においてスターより上のカテゴリーであるスーパーセレブ。本気で米国人が憧れる米国仕様のスーパースター、スーパーセレブに作り上げようとしている。エンゼルスとドジャースのブランディング力の差だよね。大谷自身は理解力もあるし、スポンサーの重要性やチームの尽力も十分理解している。当然高校生の頃から知っている日本のファンからしたら、興味ないけど言われたからやっている感がひしひしほどけるのが面白い。 W でもそれが可能な才能と外見を持つ大谷っていう存在がすごいんだけど。キャンプ地でしょう。カリフォルニア州のお隣のアリゾナ州とはいえ、自宅から乗ってくるなんてことはまずしないと思います。プライベートジェットで行って、現地ではスポンサー企業からの一時的な車両提供だと思います。夜中の間に担当者が車両を入れ替えて翌朝運転するのだと思います。この高級車を何台も保有するほど今自動車に興味を持っているとは思えないからです。車選びする時間があるなら野球をするだと思っています。大谷選手が乗るポルシェというだけでは大勢あるし、宣伝効果が高いでしょう。無料貸しで出会っても販売元は得する気がするね。大谷ブランドほどだとお金を負わなくてもお金から寄ってくるという感じかな。スポーツも経済も宇宙の物理現象だって強く輝くものを中心に回ろうとする共通の原理。すごいね。少し気になるのは現役中は自分での運転を控えてほしい気はする。事故は万人が物理法則に支配される共通リスク。こればかりは特別にはならないからね。